続いては東京オリンピックの新種目として注目を集めている競技です。去年11月東京ヴェルディに加わったスケートボードスクール、パワードバイ HLMA ゼネラルマネージャーの杉本圭介氏に伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スケートボードスクールの杉本です。会員の在籍数どれくらいいるんですか、人数。会員、まあ、月謝制の方はまだ少ないんですけれども、はい、その受講生という形でいくと、はい、まあ、1ヶ月にだいたい500人から600人ぐらいはいらっしゃるかなっていうところで、ちょっと月によってばらつきもあるんですけれども、いいね。まあオリンピック種目ですもんね。そうですね、それもあってすごく人気が高まってるなっていうのはすごい感じてます。コーチがなかなかいないですもんね。だってね。そうなんですよ、そこは、うん、課題でして、はい、そういう育成できる、講師というかコーチを育てるっていうのはこれから重要になっていく課題だなと思ってます。なんか見てるとオリジナルで結構やられてる人たち多いですもんね。そうですね、もともとなんかそういう習うっていう文化がないスポーツというか、まあ、カルチャーのところから来てるので、うんうん、その辺はこれからの課題だなと思ってます。スクールの中でのこのスキームみたいなのとかあるんですか。そうですね、一応僕たちはカリキュラムを作ってレベルを分けて、うん、例えば月曜日はビギナークラスの子で、うん、火曜日はミドルクラスの子みたいな形でカリキュラムをこうクリアしていって合格していくとクラスがステップアップしていくっていうような風にやってます。東京ヴェルディスケートボードの2021年のチャレンジは、通常のスクールに加えて今年はちょっと新たにそういうプロ資格を目指すような子の向けの、プロスクールみたいのをちょっとやろうかなと思っているので、それをしっかり今年はメイクしたいなと思っております。最後にメッセージの方お願いします。そうですね、やっぱスケートボードって興味はあるんだけれどもなかなかこう敷居が高くて、やれないっていう方多いと思うんですけれども、うん、とても魅力のあるスポーツですので、うん、ぜひスケートボード触れていただければなと思ってます。ありがとうございます、杉本さん。はい、ありがとうございました。いやスケボーまであるってヴェルディの幅の広さですよ。すごくない、ね、けど僕あれですよ、ヴェルディカラーのスケボー持ってるんですよ、はい、できるんですか。できますよ、少しですけど。あ、少し、ね、けどやっぱりこうなんだろうな、バランス整えるにはやっぱ大事だと思う、はい、はい、またオリンピック競技ですからね。そう、けど駒沢公園でみんながやってるところには入り込めるまでの技術はないですけどまだ、はい。小林さんいかがでしたか。いやスケボーってね、今北澤さんからもご指摘ありましたが、いわゆる部活とかでおなじみのスポーツとはやる人見る人顧客層ちょっとやっぱ違うと思うんですよね。違うですよね、うん、でそういった意味でもヴェルディクラブのね、これダイバーシティ推進にもいいですしね、それで結果としてクラブとしての体力もこう増強されるじゃないですか、うん、やっぱり指導者の開拓スクール事業、まあ、これ前例がないだけに大変だと思いますけどね、これが確立されるとね、うん、ヴェルディクラブのね体力グッと増すんじゃないかっていう気がしますね、うん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 、これもそう思うな。続いては東京ヴェルディ e スポーツチーム、オンラインで対戦できるこの競技はコロナ禍で異例の急成長、その無限の可能性について東京ヴェルディ e スポーツ GM 片桐正浩氏に伺います。片桐さん、コロナ禍での e スポーツの盛り上がり肌で実感されてると思うんですけどもいかがですか。はい、大変ありがたいことに大会は増えていると感じます。そういう大会に数多く出させていただいて選手たちもたくさんの経験を積ませていただくことができています。ネガティブな影響ってあんまりなかったんじゃないですか。選手はですね、もともとオンラインで練習をしておったということなんですけれども、それをマネジメントする我々、ビジネス側がですね、やはりそれに対応できていなかったというところは、まあ、露見したというところはあります。
やはりこちらから意識的に働きかけてコミュニケーションを取りに行かないとですね、取れない情報というものがあるなというところを強く感じます、うん、そういう選手管理の難しさみたいなものに改めて気づかされる1年でした。うん、2021年のこうチームのトピックスとかあります？はい、まず昨年2020年はですね、はい、2つの全国大会で準優勝という記録を打ち立てることができました。東京ゲームショウの中でやりましたオンラインの e スポーツ大会ジャパン e スポーツグランプリで、もう一つ国体、2019年から国体の文化プログラムで e スポーツを行われておりまして、昨年は国体そのものがなくなってしまったんで、名前は国体を外したんですが、全国都道府県対抗 e スポーツ選手権2020鹿児島、これの全国大会で日向選手がこれまた準優勝というところで、うん、あと一歩というところまで来ていますということですね。今年はですね、はい、海外のリーグに参戦をする。それがいいよね。タイで実はアジア中からですね、サッカークラブや e スポーツチームが集まってリーグを行うということがやっていまして、うん、はい、で私どもこれに、本当はですねタイに選手を住んでもらって出るつもりでおったんですね。引っ越すんですか？はい、短期、まあ、数ヶ月ですけれども選手希望者がいましたのでということでバックアップの準備を進めておったんですが、まあ、こういう情勢でございますので、なんとこれがオンラインでできることになったんですよ。そうだね。で、東京渋谷からこれに出られるという状況になりましたので、はい、もう全選手それに出るというような体制を今整えております。2021年のチャレンジ、東京ヴェルディ e スポーツはどんなチャレンジをしていきますか？1969年に読売クラブとして東京ヴェルディが立ち上がった時の一番の目標が世界で活躍するということだったというふうに先輩たちからは教えをいただいております。その理念に立ち返ってですね、国境がない e スポーツでそれをまずはどんどん実現していきたいというふうに思っておりますので、応援よろしくお願いします。いや、他の競技の人たちも多分この e スポーツから、うん、アイデアや工夫をいただけると思うので、本当に頑張ってもらいたいと思います。ありがとうございます、片桐さん。ありがとうございました。 e スポーツ勢いありますね。すごい、いろんな手段がありますよね、オンラインだとね。小林さん、はい、これね、羨ましいと他のねクラブの方々思うかもしれませんけど、実はこれ身内だというね。ここがまさにね、ヴェルディが15クラブあるこの最大限の、まあ、真骨頂っていうんですかね、うん、ヴェルディに e スポーツあってよかったねと言える日が今来つつある、うんうんうん、多様なねところにみんなくっついていける、うん、そのねリーダーシップ片桐代表に発揮してもらいたいですね。うん、本当ですね。続いてはトライアスロンチーム。ハードな競技にもかかわらず国内の愛好者は37万人を超える人気競技です。東京ヴェルディトライアスロンチームゼネラルマネージャーの山倉和彦さんに伺います。山倉さん、よろしくお願いします。山倉です、よろしくお願いします。お願いします。何人の選手が在籍してるんでしょうか？はい、競技主にエリートというカテゴリーがあるんですけれども、はい、競技でやってるメンバーは5人おります。それ以外は、うん、育成チームとして、15人程度、そしてまた一般愛好者が200人程度いると、うん、そんなにいるの？程度というか200人そんなにいいですね。急に大きくなりましたけど、裾野根が広いってこと？そうですね、町の要するに、スポーツ教室というかそういったイメージで捉えていただければいいと思います。本当に年齢は小学生から上は70、もう80近い方までみんな一緒に練習しているというところです。もちろんクラブとしての活動もそうなんですけど、トライアスロン界としては今の現状どうなんですか？一番問題点はですね、やっぱ大会が開催できないというところで、これが、まあ、今までオリンピック特に選手になったような選手の中でも大学生ぐらいで始めた選手っていうのがすごく多いんですね。
そのここでもしかすると空白の2年ができてしまうかもしれないっていうのが、まあ、先に向かって非常に危惧しているというか、まあ、それが今苦しんでいるところです、はい、そうだよな。やっぱり中長期で見たときに選手が育つ育たない出てきてしまいますもんね。そうですね。やっぱり大会がないことには、うん、まあ、力の試しようがありませんの で、 そ、 うですよ、ね、そこで先が見れないっていうところが非常に、まあ、我々もどうにか知っていかないといけないなと思っているところです、ね、うん、ただ一方で冒頭に小林先生がおっしゃってましたように、うん、今非常に走り出す方とか自転車に乗る方が増えてまして、はい、トライアスロンをやりたいって、このコロナ抜けたらぜひレース出たいなっていう方がどんどん今スクールに入ってきてるような状況でもあります。で、まあ、コロナの中に入ってこうネガティブな考えにこう内々に来るだけじゃなく、やっぱり自分のことは自分で守ろうという発想になる方たちが結構いらして、うん、そういう方たちと接するとやっぱりこうパワーをもらえるという、うん、まあ、日本の先というかを考えたときに、元気な老人が増えていくんじゃないかなと、非常に、そういう部分では心強く感じております。うん、ただ、まあ、大会をしようと思うと移動ができない、一箇所に集まれないってことでなかなか難しいということなんですね。うん、じゃあ現在このチームとしての活動状況というのはどういった状況ですか？はい、練習に関してはバイクと、ランニングは屋外でやるスポーツで、しかも個人競技ですので一人でやる練習というのもかなり多くありますので、皆さんがジョギングするのと同じようにほとんど支障はありません。それとあとプールなんですけども、これは一般によく知られてないんですけども、プールというのは塩素水なんですね。はい、でその中で塩素水の中というのはコロナの感染、まあ、他のウイルスもそうなんですけども、感染のリスクは非常に少ないんですね。そうか、はい、安全な場所と言われています。ですのでトレーニングに関してはほぼ支障なく行われています。うん、じゃあ大会はできないけどコンディションは維持できるってことですね。そうですね、これもだからなんというか、まあ、トライアスロン選手っていうのはですね、世界レベルで回るような選手っていうのは年間に15から20試合各国挑戦しながらレースを行うわけですね。そうするとどうしてもコンディション重視になってしまって、何が起こるかっていうと練習不足が起こるんですね。でそれを何年も繰り返している間に、まあまあ、要はそのフィジカルな貯金がなくなっていく状況の中で、去年に関してはですね、割とじっくりしたトレーニングができて、また休養する時間もあったりなんかして、まあ、リセットできた選手も多いんじゃないかなと思います。なんか収束した時には大会レコードとか出そうじゃないですか、これ。そうですね、海外の選手なんかではかなり力をアップしている方もいますね。はい、へー。東京ヴェルディトライアスロンチームの2021年のチャレンジ、今年挑戦したいことは何でしょうか？まずはですね、今まで我々トライアスロンチームとしてマラソン大会とかリレーマラソンとかと開催してきたんですけども、残念ながら去年その2大会とも、お休みさせていただいたんですね。で2021年はぜひですね、それを復活させる、まあ、なかなか通常の形では無理という場合はオンラインを利用して新しいスタイルで、まあ、そういったものを、開催したいと考えています。競技選手はみんなそれぞれ目標あると思いますので、その選手たちはもちろんできるだけ、1回でも多く、胸の部位をですね表彰台に上げるというのが我々の使命でもあり目標でもあります。うん、まあ、このパワフルな部分は他の競技にもねこういい刺激になるんじゃないかなと思いますけども、最後にスポーツファンに向けて一言メッセージお願いします。はい、楽しいですよ。やってみれば本当にどなたでもできますので、ぜひ一歩踏み出してみていただきたいと思います。ありがとうございました、山倉さん。ありがとうございました。どうもありがとうございました。話聞いてて、はい、やりたくなってきたもん。おっと、うん、でも走れるし。そうそう、なんかやっぱりやってきてるじゃないですか、はい、一通り学校教育受けた中でいうと学校教育にもあるし、うん、ねえ小林さん、自分自身に鞭を打って、うん、パワフルでストイックっていうこの競技特性でね、うん、実はトライアスロンって若い経営者層、はい、昔でいうヤンエグ、富裕層がね競技愛好者にものすごく多いんですよね。ですのでね、この顧客をねこの機会に整理してもう一回こう掘り起こしてプロモーションをかける、そしてそれをねこう他のこうヴェルディのこういろんなねこういう競技もあるよという感じで共有していくとね、なんかヴェルディ全体が盛り上がってくる、そんなね予感がしますね。
可能性を感じますね。マラソンとか僕もやるじゃないですか。でこういったトライアスロンって本当究極に大変だと思うんですよ、自分との向き合いがあって。だけどこういう大変な時期をこう大変な競技をやることによってこう向き合える自分が作れるんです。あ、確かに。そういう意味ではいいチャレンジになると思いますけどね、うん、なんかこう下手に落ち込むだけじゃなくて自分の心と対話してそんなことないじゃないかってこうね、そうそう、うん、上を向いていく勇気をもらえると、うん、そういう競技だと思います。あれでもね、北澤さんやっぱりねそういうふうに思えるからやっぱり北澤さんやっぱり日本代表になる人なんですよね。ちょっと変態なのかな。うなずく人が何人か。ありがとうございます。スポーツの歩みを止めないために2021年東京ヴェルディが擁する15チームが切り開く未来への活路。次回も各チームの熱きチャレンジに迫ります。